はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、マジカル未来2018、お疲れ様でした。マジカル未来2018のね、企画展だとかグッズだとかの、動画をこれからちょっと出していこうと思うんですけども、まず1本目としてですね、ジャパンメイド、プレゼンテッドバイ初音ミクというブースが、マジカル未来2018の企画展の中にあったんですけども、そちらの方から、紹介したいと思います。というのもですね、お菓子というか、今回ですね、アンパンとカステラとゴーフルですねが、今回発売されたんですが、まあ、とりあえず先にそうです、ね、食べなきゃいけないんであのお菓子とかなんでね、食べなきゃいけないんで、こちらの方を先にちょっとレビューしたいなと思って、今この動画を撮っております。はい、後ほどですね、マジカル未来2018のグッズだとか、ネンドロイド、ぬいぐるみ、それぞれ動画はちょっと分けたいと思います。はい、まあ、お好きな動画をね見ていただければ幸いかと思います。とりあえずマジカル未来2018の1本目としてこちらの方の動画を撮りたいと思います。はい、さあ、こちらの方はですね、マジカル未来2018のブース、先ほど説明した通りなんですけども、ジャパンメイドプレゼンテッドバイ初音ミクというブースがあったんです。こちらですね、はい、24番ですね。はい、こちらの方があったんですけども、そちらの方で、木村屋総本店、それから文明堂、上野風月堂というふうな、お菓子の専門店が、あったんですけども、そちらの方が、今回来てくれたみたいですね。こちらが、プリントになるんですが、購入者全員にオリジナルポスタープレゼント、3箱以上ご購入の方にはコースターセットをプレゼントということで、今回3箱買ってきました。はい、でこちらの方がコースターセットになりますね。こちらのコースターと、それからポスターの方、そして今回は1本目の動画として、ウグイスアンパンですね、銀座木村屋総本店の方のこちらの方を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、バシミクチャンネル。はい、では早速見ていきたいんですけども、まずはグッズの方から見ていきましょう。購入者全員にオリジナルポスターをプレゼントと、それから3箱以上ご購入の方にはコースターセット、こちらですね、こちらの方がもらえたので、こちらのコースターと、それからポスターの方ちょっと見てみたいと思います。では最初にコースターの方を開けてみましょうか。はい、ではコースターの方開けましたので、1枚ずつ見ていこうかと思います。まずは、ミクちゃんですね。はい、ミクちゃんのコースターになります。すごいいいイラストですよね。このコースターは絶対使えないコースターですね裏面こんな感じなんて何もないんですが、表面は可愛らしくミクちゃんが描かれています。ちなみにイラストレーターの方なんですけども、黒石さんですね。はい、クリアカードガムの方で開けました。はい、この方ですね。はい、相変わらずイラストが素晴らしい。はい、では続いて見てみましょう。ルカネですね。ルカネもこんな感じ、ピンクの柄でいいですね。はい、で、リンとレンなんですけども、2人で、1枚という感じになってますね。リンとレンそれぞれ1枚ずつではなく、うん、今年10周年ですよね。おめでとう。はい、で続いて、メイちゃんですね。メイちゃんはこんな感じになってて、エプロンとかしてないので、おそらく女天使なのかなと思われます。はい、メイちゃんもいい感じですね。メイちゃんとカイトに関してはお菓子が出なかったので、ちょっと残念なんですけども、メイちゃんはともかくとして、カイトは、青いお菓子ということになるんで、ちょっと食欲減な色ですからねお菓子にするのはちょっと難しかったんじゃないかと思います。はい、でカイトこんな感じになってて、いつも通りマフラーをしてるんですけども、下の方は描かれてませんよね。下の方には腰にエプロンを巻いてるような感じで、おそらく職人さんなんじゃないかと思われます。なので、職人、女店主、そして売り子さんにというような感じなんじゃないかと思われます。はいだとしたら面白いですよね。では、続いてポスターの方見ていきましょう。じゃん、はい、ポスターこんな感じになってますね。横が60で縦が90ぐらいだったんですけども、非常に大きなポスターとなっておりますね。素敵なイラストが、描かれてるんですけども、これぜひともポスターじゃなくて、んー、タペストリーの方が良かったかなと個人的には思います。タペストリーはタペストリーで売ってくれた方が絶対買ってたなはい、お菓子買うともらえるポスターなんですけども、いい感じですね。はい、非常に飾り映えがあっていいんじゃないかと思います。はい、では、お菓子の方を見ていきましょう。はい、では、見ていきましょう。今回紹介するのは銀座木村屋総本店 と、初音ミクのコラボであるウグイスアンパンの方ですね。こちらの方に書いてあるんですけども、香り豊かな青エンドウ豆を使った粒あんと伝統の、酒種生地の深い味わいが特徴です。あんを初音ミクのイメージカラーに見立てましたというふうな感じで、アンパンの、中に入っているあんがですね、緑色というような感じになってるんですけど、まあどっちかというと抹茶色かもしれませんがそんな感じになってみたいです。美味しそうですよね。はい、で箱の方は
こんな感じなんで、ね、ミクちゃんが大きく映ってる感じですね。可愛らしい。はい。で、横面、裏面、見てみると、逆でね、うぐいす、3個入れてるような感じになってますね。3個入ってんだ。はい。で、もう一つ、メコンの感じで、上の方には、JM、ジャパンメイドが書いてありますね。で、もう一つの裏面がこんな感じ。はい。で、早速開けてみましょう。はい。では、裏面については、テープ取りましたので、開けてみたいと思います。さあ、行きましょう。じゃあ、そっと。と出してみると、おお、はい、あ、非常に可愛らしいパンですね。なるほどね。中にあんが入ってるのが分かりますね。じゃあ早速1個食べてみましょうか。その前にまずちょっと、全部出して、ここも落として、ちょっと皿に出してみようかと思います。じゃじゃん。はい、アンパンの方用意させていただきました。こんな感じになってますね。うん、インスタ映えみたいな感じで撮ってみたやついかがでしょうか。お茶の方も用意させていただきました。前回レビューした、エメラルドアールグレイですね。はい。じゃあちょっと1個食べてみようかと思います。1個で半分ね、食べてみようかと思います。いただきます。はい、とりあえず、今、半切れですね。1個500円なんで、まあ、単純に250円分食べさせていただいたんですけども、非常に美味しいですね。この、酒種生地というのが使われてるんですが、まあ、そちらの方のね、酒麹の感じ、味わいというか、非常にしっかりしたようなパン生地というような感じですね。うん、全体的に食べた感じでは、パンというよりか、まんじゅう食べた方のイメージ。が強いかなという感じがしますね。うん。で、あんの方なんですけども、青エンドウ豆を使った、粒あんの方ですね。非常にこれも美味しくて、普通の、そうですね、粒あん、小豆の方のやつと比べてみると、まあ、全然違いがありますね。皮が丸ごと入ってるんで、青エンドウ豆のね、皮が丸ごと入ってるんで、そこも大きな違いかなというふうな感じがしました。うん。こんなにちっちゃいんですけども、すごい、満足度があるような感じのパンですね。はい。すごいな。さすが、木村屋さんですね。木村屋さんのパンとか、あまり食べたことないんだけどね。うん。でもそうですね、1500円の価値は十分にあるんじゃないかと思います。お茶と一緒に飲むと、食べるといいかもしれませんね。はい。これはマジカル未来だけじゃなくて、普通に店舗の方だとか、オンラインの方とかでね、限定販売でいいので、ちょっと出してほしいなと思いました。はい、というわけで、銀座木村屋総本店×初音ミクの、うぐいすあんパンの方を紹介させていただきました。非常に美味しいパンでしたね。はい、なんかあんパン、といってもすごい高級なね、アンパンだったので1個500円するだけはありますね。はい、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。残りのパンはね、後でこちらの方のお茶と一緒に食べさせていただきます。編集のいいお供になりそうだな。マジカル未来でしか、まあ、売られてなかったということなんですけども、木村屋さんの方では、普通にアンパンは売ってますので、はい。これからもね、まあ、ちょこちょこ買わせていただければと思います。マジカル未来だけじゃなくて、そうですね、このキャンペーンというか、はちょっと続けてほしいなと思います。せっかくね、コラボがあったんであれば、また続けてほしいなと思いました。はい。残りのリンとレンの文明堂の、ハニーカステラ、それからルカネの、風月堂のゴーフルですね。こちらの方は、後々レビューさせていただきます。はい。というわけで、マジカル未来2018の1本目の動画、銀座木村屋総本店×初音ミクうぐぎさんパンの紹介でした。紹介したのバシーとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバシーとミクチャンネルをお願いします。